幸な人ほど令和に行った方がいいよねっていうのを言ってるの で不幸な人は今増えてるわけじゃないですか、コロナも含めて、あの就職できないっていう、その氷河期世代とかも。なのでなんかもっと令和が伸びてもいい気がするんですけど、なんでそこが結びつかないのかがちょっと不思議なんですけども。ひろゆきさんがおっしゃってるように、このコロナ禍で困ってらっしゃる方々非常に増えてます。そう考える と、そういう方々にもご支援いただける、応援いただけるというような余地はあると思うんですが、でもやはりあまりにも困りすぎているという状況になると、政治であったりとか選挙というところとはやはり離れてしまう、目の前のところで精一杯という人たちも増えていくと思います。泡沫政党からもちょっと一ランク上のちゃんとみんなが認識する国政政党というポジションを取れた気が僕は見てるんですけど、山本さん的にはどういう感触ですか？前の参議院選挙、初めて国政政党になった時からはほとんどマスコミでは扱われていません。逆に言えばこの選挙をもって、あ、そういうのが存在したんだという認識する機会になったとは思います。